コ川線は、中国雲南省昆明市の昆明北駅から同省、川口八尾族自治県川口駅までを結ぶ全長469キロメートルのメーターゲージの鉄道路線である。旧称は、天古市鉄道。また、支線として、昆一市線及び、昆虫線がある。1910年3月31日に、天古市鉄道として、昆明・ハノイ間が開通した。 総延長 855km、高度差 1807m、橋梁、トンネル総数3422の難、工事路線であった。工事には6万人が従事し、開通までに1万2000人が死亡している。1966年まで、この鉄道が唯一雲南障害へと通じる鉄道であった。雲南省は、国内と鉄道で結ばれていないのに、 国外とは、鉄道で結ばれていたため、当時の運乱18回の一つに数えられていた。2019年現在、一部貨物を除き、中国国内唯一のメーターゲージの路線であり、昆明市北部の昆明北駅が始発。沿線は、黄河の渓谷であり、風光明媚。旅客列車が運行していた当時、毎週2便、ナオカイの国境を越え、 ベトナム鉄道のハノイラオ海線を経由してハノイまで直通列車があった。しかし、沿線の崩落の危険性などのため、2003年より貨物運行のみとなっている。2017年末から、雲南省海沿市とベトナムのハイフォンを結ぶ貨物列車が運行されている。今川線には以下のメーターゲージの支線がある。中越メーターゲージ鉄道582本を 運行貨物輸送量22万トン2018年8月4日、新華社混迷編集、各端。ありがとうございます。